死ぬんですよと。すごい教えありますね、うん、だから今の時代そういう考え方の方が多いから、俺が買ったの、俺が買った俺のものだからいや、もっともっと言えばそれがそのね日本の宝であったりとか、そうそうそう、そこまで拡大解釈してみるとこれがまた孫子の代までとか、そうなんです、そうなんです、本当に大事な人してる人が突然亡くなった時に、うん、あ、もう変な話、あの世から子供がちゃんとしてくれてるかなって本当に不安になる。この間来たお客もそうだよ ね、 あそうね、不安になりますよね。 ってことは300年前のこれ作った人多分不安でいると思う。そうですよね。意外と遠いんですよ、そこの、ね、父はねって、うん、はい、あの片道さんが亡くなって、うん、どうも最近夢見も悪いしっていうか気になってしょうがないと。そうですもん、ね、で見たらもう錆びてると、どうしていいか分かんない、まあ、手を尽くしてようやく家でたどり着いて電話がかかってきて、うん、持ってきて、あ、よかったって、はあ、そっか、そういうのあるな、きっとかなり多いと思います、うん、だってその目的がとにかくその自分 の、 あのプラウドじゃないですか、はい、誇りなわけですね、はい、ソウルだから、そうですね、そうやって作ってきたものを、うん、あの尊重そこらにポンポンポンっていう風に、そうですよね、いやそれは多分まずいと思います、うん、うん、かかっただけで。そうなんですね、だからそれが嫌だったらまたこういう時代だから自由に転売できるんで、うんうん、それを守ってる方にバトンタッチしてもらった方が一番いいんですけどね、本当はね。素晴らしい、うん、もう昨今ねなんかちょっと鑑定とかね、うん、そういうことであの古いものを、はい、あの世の中にね、はい、出すあの場所を提供してくださってましたけども、はい、結局そのそういうものをもう引き継ぐ人間にその価値が分からないと、本当にその価値が分かる人に渡した方が本当はいいいいですね、うん、本当に昔はそういう発想で、でも一本の刀があったとすれば、うん、本当に今おっしゃったように代々ねきちんとしてたり、うん、ということでこうも今日まで実は来てたわけですけどね、うん、今の時代はそうじゃなければそれはそれでね、うん、割り切って守ってる方に受け渡すっていうのも保存という意味からすればいいことじゃないかなと、うんね、そしてこ の、 あの文化伝統の継承という点では人から人へということになるわけなので、薄木さんの場合あの お弟子さんが何人かいらっしゃると思うんですけれども、うん、女性がねまた男性と違う感性 で、 そうですね、今までね男性の社会的に言われてますしね、うん、今もそうだけど、自分はあまりこだわりがないってわけ、うん、ではなかったんだけど、まあ、嬉しいですよ同じ女性として、ある程度年って弟子取ろうかなっていう、そろそろもう取んないとあれなのかな、うん、の漠然と思ってた矢先にちょっといろいろあって、うん、やってみるかっていう声をかけたら、まあうん、彼女の人生があるわけですから、それをね、うんうん、変えちゃうわけなんで責任はあったんだけど、ただやってみたいっていうので退路を断って会社を辞めてうちへ来てるんですけど、ね、すごいと思うし、うん、そこがまたソウルだなと思うのと、やっぱり国際的にあのこういうものを今伺ったお話っていうのはやっぱり誤解もあるしチャンバラになってるし、はいはいはい、そこをまた女性の声 で、 で、ねうん、女性のこのあの失礼の中でそれを、まあ、むしろ男性社会の中だからそこを見事にこう何てですか、あのいい意味で期待を裏切られちゃうっていう点ではものすごくこうあのプレゼンテーションがしやすいのかもしれないし、そうやって世界にこの素晴らしい伝統をあのアピールできる、なんかまた広がったような気がしますけどね。そうですね、これからじゃないかな、うん、これからですね、まあ、いろんな今も正直オファーあるんですけど、うん、彼女の心配に対して、ね、私も、まあ、このような機会を与えていただいて、うん、いやいやいや、そんなことないんですけど、もう私どもも、まあ、本当に言葉を集めて、あの日本ってなんだろうなって、日本ってっていう視点から考えると、うん、やっぱりカスカスになってくる、あの、うん、本当の意味 の、 あのものがカスカスになってくる、はいはい、それがどうしてもこれでいいのかなと、まあ、次に伝承していく意味で残したいっていうことなんですけど、うんうんうん、本当にあのこれからカスカスになる前にもう何百年前からのソウルを引き継ぐ伝承者として、うんうん、あのまた後継者としていいことだと思いますね。そうですね。多分昔も当然いたんですよ、うんうんうん、いたやって女性がその全てでないにしても、うんうん、男性社会の中で女性の位置っていうのは結構あったんですよ、うんうん、単純に考えれば人口の、うん、まあ、今とは違うけども約半分ぐらい弱ぐらいはやっぱり女性でしたからね。そうですよね、うん、で例えば刀の世界で言えば今以上に刀は身近にいっぱいあって、うん、それを携わる職人さんは当然いるんですけど、
男だけだったらこんなにはできないんです、うん、今言った蒔絵の部分もそうだし、はい、そうですね、紐の部分組紐作る方なんかもいっぱい女性はいたし、うん、ああそうか、そう、そういう広い意味で考えたら刀剣一本に対して女性がどんだけ入ってるかっていうのは社会がねあったわけですね、分業的に、わあすごいピースフルだですよね、うん、そうなんです、それが、ね、時もね、うん、あの町研ぎの研ぎ屋さんなんかだったら当然考えられる部分なんですよね、うん、ただ古文書とか残ってんのに、うん、男性がメインで絵に描かれてたりとかっていうのは、うん、あくまでそれは演出の世界の中であって、うん、いいですね、うん、素晴らしいですね、うん、夢というか、なんかこれからこういうふうにしていきたいみたいなものってのはあるんですかね。今6年目っておっしゃる、まだまだ先が見えない状態、とにかくあの、うん、そうですね、10年はあの修行あの10年から初めましてなので、そうそう、あと10年だったら卒業っていう学校じゃないんで、うん、一応目安10年ですけど、うん、それはまあ目安の後はね、いろいろ考えなきゃいけない部分ですね、本当に大事な部分ですね、日本人の志、あの武士の心っていう、ね、それの、まあ、一つの塊っていうものを、うん、時代を損ねないようにこうずっと継承していくっていう、でも物は減ってってるっていう、てマイナスの それをいかにこう対峙して、まあ、自然の空気とかいろんな状況と、それからそのこのコンディションと、うん、すごいあの生き物を預かう、まるで子供をなんか ね子供は大きくなってるけど刀は薄くなってるその中で、ね、あのぜひこれからも精進していただき、はい、日本の国のためにそこ、はい、座になってる魂を磨くようななんかそんなお話でしたし、そうですよね、本当に魂そのものでありがとうございます、本日お忙しい中研ぎ師のお二人の方にお越しいただきましたが、どうもありがとうございました、本当にいいお話でした、ありがとうございます。